それがあんたの息子か。キリュウ、お前、いつからそこに？いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ、悪かね。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か？いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやー、お久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか？ああ、そうだ。俺の事件を追ってて、東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ？実は5年前、西の河原に入ってボスと知り合ったんです。そして、情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘？まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、分かった。それじゃあまた。
Good.